二代、三橋志郎二代、三橋志郎二8月11日から1955年3月22日は、日本の特農家、実業家、政治家、衆議院議員、貴族院多額納税者議員。署名、拓、郷、郷橋。静岡県上東郡、丹野村で、地主、初代、三橋志郎二の次男として生まれる。1901年、 東京専門学校英語政治家を卒業。日露戦争に、見習い士官として出征し、陸軍不評注意に昇進した。1906年、家督を相続し、白助を襲名した。政界では、静岡県会議員、同三次会員を務めた。1924年5月、第15回衆議院議員総選挙に、静岡県第7区から出馬して当選し、 立憲民政党に所属して、衆議院議員を一期務めた。また、1940年9月11日、貴族院多額納税者議員に就任し、同性会に所属して1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。茶業界の発展改良に尽力し、小笠郡茶業組合委員、静岡県茶業連合会議所理事、同特別議員、 茶業中央会議所議員、同専務理事、日本茶業界会会頭、日本茶輸出組合理事長、静岡県製茶業組合長などを務めた。その他、実業界では、円州銀行監査役、日本紅茶社長、東亜製茶社長、日本紅茶販売社長などを務めた。ありがとうございます。